今年7月、街頭演説中に銃撃され死亡した安倍元総理大臣の国葬が今日午後行われ、県庁には弔意を表す反旗が掲げられました。今年7月8日、奈良市の路上で参院選の街頭演説中に銃撃され死亡した安倍晋三元総理大臣の国葬は今日午後、東京の日本武道館で行われました。 県庁では今日午前7時、警備員が国旗を掲揚するポールの通常の3分の2程度の高さに潮意を表す反旗を掲げました県によりますと、本庁舎や出先機関の庁舎などの30カ所に反旗を掲げたということです県では、県民に潮意を求めない方針を示していることから鹿児島市の鹿児島県民交流センターなど 多くの県民が利用する施設では、誤解を招く恐れがあるとして、半旗掲揚を避けたと説明しています。塩田知事は今日の国葬に参列しましまた。